こんにちは、ご無沙汰しております。メッセージありがとうございます。前回の連絡やり取りではですね、給付金のお話をしたと思いますけども、無事給付がね完了したということで本当良かったですね。やっぱりこういう制度を知っていることと、あ、自分でも使えるんだっていうふうに理解すること、非常に大事だと思います。中にはね、いやそれ請求したらなんか後でやばいこと来るんじゃないのみたいな狼狽心があります。それはね、やっぱり自分が堂々と商売をしているってことを疑ってるんですよね。例えばね、私ネットワークビジネスもやることがあるんですけども、ネットワークビジネスもね、立派な商売だと思ってます。その商売の形態がネットワークっていうだけなんですけども、そもそもですね、コンビニってネットワークビジネスじゃないかなと私は思ってるんですよ。というのが、メーカーがここにあって問屋が下にありますよね。問屋がたくさんあれば売り上げが大きくなるんで、問屋をたくさん持ちたいですよね。だからメーカーは問屋をたくさん契約します。じゃあ問屋は店舗を契約するわけですけども、商品を卸すために店舗がたくさんあった方が売り上げがいっぱい立つんで、店舗をたくさん出してたくさん契約します。じゃあ店舗はたくさんのお客さんがいると売り上げがそれだけ伸びるんで、たくさんのお客さんをね誘致するために広告打ちますよね。ということで、メーカーから店舗お客さんまで見事なネットワークの仕組みができています。これが分かりにくいんですよ、店舗があるから。でも店舗がないのにこのビジネスをすると、怪しい、ネットワークだ、 MLM だってなるんですよね。まあちょっとね、方便が足るところがありますけども、まあ商売っていうのはとかくですね、たくさんの人間関係でできてますから、でそれを自分が怪しい、うさんくさいものとして始めるのか、それともですね、いや商売は誰かに商品を届けて代金をいただければそれで成り立つじゃないかと、もちろん騙しとかがあっちゃいけないけどねみたいなことで、シンプルに考えると、ネットワークビジネスであろうと、ネットビジネスであろうと、 YouTube 活動であろうと、全てこの給付金の対象内になるってことが分かるんですよ。要は事業者が堂々とやってるかどうかですよね。後ろ暗くなく法律を守ってやってるかどうかですよ。決まりのもとにやってるものならちゃんと決まりは応援してくれます。それが理解できない方もいるんでね、ちょっとね取りっぱぐれてる方もいるんじゃないかなと思いますし、もちろん悪用してる方もいます。まあですんでね、自分に悪用するだけの知恵があればいいんですけども、私はそこまで知恵がありませんのでね、シンプルに行動して、あ、これ自分のことだと思えば、それを税理士さんに評価いただいて、お墨付きをいただいてやると。そしてそのお墨付きがいただけたら、同じような条件の方にね、大丈夫ですよって知らせていくだけかなというところですよね。はい、で、コロナ禍でもね、元気です。なんせね、家から出ないんで。はい、でね、家から出ないっていうのはちょっと言い過ぎですけども、私の住まいっていうのは、田舎なんでね、あんまりこう、人混みっていうのはないんですよ。以前街中に住んでた時は同じビルにもね100名以上の方住んでましたし、一歩外に出ればそうですね、5分歩いてタクシーに20台ぐらい出会いますしね、それから人はもっと多いですから、まあ、広島の本通りってとこでしたからね、1日に10万人行き交うところでございました。そんなところに店出しても潰れるんだから、よっぽどね私は商売のセンスがないなと思ったもんですけども、はい、ビタミン D が重要なんですよね。で、今回の話ですけども、あれですね、暗号通貨ですね。XDC につきましてですけども、買い増しのチャンスかどうかっていうのは、なんとも言えないですね。これは全体のポートフォリオによるんですよ。例えば今回ご相談いただきましたけども、XDC を3円から4円で買ったところは、多分ね、単体で見たら、なかなかいい値段で買ったと思うんですよ。ただですね、余剰資金が大体どのくらいあったのかとか、他の収入源のボリュームはどのくらいなのかってことが分からなければ、実際に XDC を買ったのが正解なのか、そして XRP を無理なく買ってるのか、いつ頃売却するつもりなのかってことが、整合性が取れるかどうかっていうのはまた変わってくるんですよね。でもまあその中でもね、はっきり言って回答ができないよっていうのが回答なんですけども、それでも精一杯答えるとするとですね、今後の値上がりが期待できるとしてっていう条件も入ってますよね。これね、値上がりが起きるかどうかっていうのはユーザーさん次第なんですよ、実は。それちょっと後でお話します。ポートフォリオ的に XDC をどのくらいの比率で持っておくのが妥当か、これも今ね、ちょっと名前は言いませんよ、これ一般公開動画なんで。お問い合わせくださってたじゃないですか。じゃあどういうポートフォリオを組んでるんですかってことが分からなければ、ポートフォリオ的に XDC どのくらいっていうのは答えられないんですよ。私のポートフォリオっていうのは資金の量も違いますし、稼ぎのボリュームも違うんで、私のポートフォリオで当てはめるわけにいかないじゃないですか。だから
全体の資金量とかね、投資に回せる全体資金のパーセンテージとか、あとは資産ですよね。私の場合は YouTube っていう資産もあります。ここでは売上をどん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 取ることができるんですよ、意識すれば。また FX っていう、これ無限資産と私考えてますけど、 FX は私やればやるほどそこからお金取り出してるんですよ。あんまりやらないですけどね、本当あの年間で1000万ぐらいしかやらないんですけども、だからそうなるとね、ポートフォリオ私のを当てはめるわけにいかないと思うんですよ。ですので逆にポートフォリオを教えてくれたら、それに対してファイナンシャルプランニングでいきますよってことになりますけども、ちょっとどのくらいが適当かはね、答えられないですね。どのポートフォリオがわからないんで答えられないってことと、今後の値上がりが期待できるとしてって書いてますけども、値上がりは期待できるんですけども、現実は値下がるかもしれない、痛いなというところがありますね。ちょっと難しいですね。で、今回の調整での XDC の買いには10円9円8円いずれでしょうか。これもね、だからね、オイルリスクによるんですよ。私は10円で買っても15円で買っても、その後全損しても痛くも痒くもないんで、はっきり言って買い値がいくらでもいいっていう評価になるんですよ。でも資金のない方がこれやるとすると、もう買わない方がいいんじゃないですかってアドバイスにもなりかねないんですよね。ということで、久保さんの意見ということだったんで、非常に難しい中答えるとするとですね、これはね、 XDC の買い値やっぱ8円で買った方がいいんじゃないですか。平均取得なんか安い方がいいですから。そして買い値は分かっていても、XDC を1単位しか買わないってことないと思うんですよ。例えば数百とか数千買うつもりだと思いますんで、そうなるとね、8円ですら買っていいのかなとかね、取れるリスクはそれで十分なのかなと思っちゃいます。ですが具体的な答えが本当できなくて、ここまで気を持たせて申し訳ありませんけども、大筋の考え方としては、全資産、これがいくらか分かりません、分かりませんけども、全資産の投資に回していいパーセンテージは 1% が上限ですよ。ここからスタートです。ですんで、投資に100万円用意してるとしたら、その人の全資産は1億円以上ってことだと思います、私の考え方だよね。で、全資産が1億円の人が300万円の投資するのは、もうすでにね、これオーバーなんですよ。で、これをあんまりね、投資に長けてない方はあんまり感覚わかんないと思います、これが。でも実際投資にかけられる金額って全体資産の 1% ぐらいじゃないですかね。だからこれを 10% になるともうギャンブルが始まっちゃいますからね。なかなかでございます。非常に難しいんじゃないかなと思いますね、そこはね。いやー、そうですね。でもね、いろいろ考えて私に連絡くださったと思うんですよ。ですんで、 XDC につきましては、今の価格いくらでしたっけね、XDC はね、そうですね、本当はね、答えにくいんですけどね、89位ですか今。ずいぶん値段上がってきましたね。10円38円ですか。10円ね、10円、まあそうですね、少なくとも8円に下がったら買いじゃないですかね、今の状態だったら。8円に下がらないような気がするんですけどね、もうね。だから私ね、3円4円が買い時で、10円以下が仕込み時、10円超えたらもうあとは適正価格、私いろいろ考えて30円から40円の間だと思うんですよ。で、これがいつ来るか分かりません、3年後なのか30年後なのか。ですので10円以下で買って30円40円で利確、このストーリーはかけてるんですよ。だからそれが今日お話しできる一番具体的な回答かなと思いますよね。あとはどのぐらいの単位を買うかっていうのは、全資産の、私がお勧めするのは上限 1% までです。全資産の投資に回せる金額ですよ、 XRP もその他の資産も込みで 1% だと思います。で、もしね、全資産の 1% でもうすでに余剰資金がないとしたら、 XRP を利確するぐらいの覚悟がいいと思いますね。そのぐらい私はマイナスを恐れながらやってます、投資に関しましては。なくなってもいいやってよく言いますけども、なくなっても生活には傷がつきません、全部暗号通貨ね、体の込みで、なくなっても生活に傷つきませんけども、それでもなくなることを恐れてるんですよまあですので、私より資産が少ない人はもっと恐れた方がいいと思います、投資っていうのはね。メンタルがもう多分取り戻せなくなります、少ない資産がなくなった時のそのメンタルの復活のしようのないことといえば、本当にね、もう投資なんてこれぐらいになっちゃいますからね。
もしかしたらコリゴリだって退場した方がいいのかもしれませんけども、もっと立ちが悪いのは、いやもう一回やったら大丈夫だろうっていうふうにギャンブルが始まっちゃうことなんですよね。ちょっと余談もいろいろ申し上げましたけども、もう一回再度申し上げます。 XDC に関しましては今は10円ちょっと超えてますんで、全体の資金量にもよりますけども、もうすでに買うことはお勧めしません。あのビットコインが100万超えたらもう買えないですよって言ってるのと同じ理屈なんですよ。もうだからね、買い値の上限ってのあるんですよ。私は8円台9円台が最後だったと思ってます、 XDC 今でも。だからまかり間違って8円9円に下がることがあったら私は買いませんけどもね、買う人がいてもそれはおかしくないかなと思います。そこで買ったからこそ10円以上に上がると思いますし、ね、ただ10円超えたらもうね、もういいんじゃないですかね。あの買い時を逃したってことで、あの今回 XDC は諦めて他の通貨に、まあ、振り向ければいいんじゃないかなと。なんせね、最近でもあれでしょ、なんかトロンとかあったじゃないですか。なんかね、だからこれね、一つ一つ知るとね、全部魅力的ですよ。XDC はやっぱりね、3円4円のところで買っておけば何の懸念もなかったんですよ。だその時も結構放送してましたんでね、2円3円4円のあたりの時に。だ10円になっちゃうと桁が1個上がるとね、ちょっと私もその時3円4円の時ほど自信を持って言えないですね。で XDC に興味もだいぶなくなってきましたんで、今はトロンの方にね意識が向いちゃってますんで、これからね日が経つごとにつれ、このゼフィンネットワークについてお話しすることは少なくなると思います。まあ今でも少ないんですけどね、しばらくはトロンにかけていこうかなってことですよね。まあなんせタダでもらえるところがいいですよね。というところでございました。ちょっとね長い割にはあんまりいい返事なくて申し訳ありません。ただ正直に話すとこうなりました。なんていうかな、大胆に答えられたらそれがいいんでしょうけども、そこまで自信が持てる回答は今ありませんので、これが精一杯でございます。よろしくお願いします。